皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もマリオメーカー2やっていきたいと思います。ということで、はい、ちょっとね、久々になってしまったんですが、やっていきましょう。はい、お願いします。久しぶりです。ということで、9日前の高井さん、ちょっと前になっちゃったね。すいません。ということで、やっていきます。ミヤクレさん、今年の目標はどこまで1万コース行く予定です。行くことです。ということで。おう。7700か。おう。まあ、まだ。まあでも簡単1万だったら、まあコツコツやっていけばね、いけると思うんでね。はい、頑張ってみてください。ということで、一発ネタ、のび太の気持ちをやめてほしい。なんかいろんなネタ系コースありますけどね。さあ、こちらですね。一発ネタ、のび太の気持ちですね。26%ですね。9秒。土管の中にジャイアンホール、どういうこと？ 何？再現系？ドラえもん再現？ドラえもん再現コース？どういうこと？やってみましょうか。はい。あー、ブンブンがそういうこと。あー、なるほど、なるほど。これね、あれだ。どっか、あれだ、あれだ。入るとって感じか。あー、ブンブンがジャイアンみたいな。多分そんな感じじゃない？再現的な、この要素。ミスった。ちょ、待って、ちょ、踏めない、踏めない。踏めない。OK、これで OK かな。よし。まあ、ブンブンがジャイアンみたいな、なんか、すげえ、想像を膨らませるようなコースでしたね。はい、ありがとうございます。ナイス。さあ、次はマクロさんですね。ミヤクレさん、いつも動画見させてもらってます。ありがとうございます。ミヤクレさんってどこまで普通にどれぐらい時間かけてきたんですかということなんですけど、まあ、ざっくり3000時間以上はかけてるかな。はい、現在、そう、プレイ時間が、まあ、5000時間いかないぐらいなんですけど、そう、まあ、3000時間以上多分かけたと思います。はい。はい、ってことで、やばいっすよね。3000時間以上かけたってね、普通だけに。はい、ってことで、次ですね。タモさんですね。お久しぶりです。ってことで、はい。ミヤクレさん、お久しぶりです。一発マリオ1をやってください。あと、今から言うコース名は、他の実況者さんの名前なので言わないでください。あー、OK。了解です。まあ、皆さんが知ってる方ですか。一発マリオ1ですね。2コースやってほしいってことかな。一発マリオ1。これですね。壁なんかに頼っちゃダメ。ああ、そういうことか。ああ、数当たる。なるほどね。壁を使わないでやれってことかな。まあ、どう？これどう？まあ、いけるよね。ああ、OK。だから、ハテナブロックが目印にでもいけるのかな？そうね。どうこれ？これどうだろう？あ、無理か、これ。結構さ、これ結構ギリなんですよね。でも壁って言ってもさ、この、しっかり壁になるわけじゃないじゃん。これ針だから、結局。まあ、でもまあ、ゆっくり。むずいんだよね、これ。もうちょいかな？まあ、ちょっと何回できるかチャレンジはしないけど、ちょっと頑張ってみます。よし、いった。ちょっとさ、若干使ったけど、まあでもちょっと最後、ちょっとだけね、微調整したけど、まあなんとか。10回はやってないけど5回以上はやったかな。5から10回の間ですかね。はい、ありがとうございます。ナイス。さあ、もう1個ですか。OK。どんなコースだろう。あ、コース名。あ、ちょっとクレーズ0.66か。OK。まあ1パー以上なんで、このコースはちょっと、パスということで、お願いします。まあ裏でやれたらやります。なんか P スイッチ踏むだけかな。結構むずそうだね。次やってみましょう。納豆豆さんかな。ありがとうございました。 次は下から2番目のバトルコースですね。この方は初見さんなのかな。バトルコースですね。下から2番目。あ、ちょっと、あ、1分47ですね。ベストクリアタイム。まあ、バトルコースなんで、どんな感じかバトコードかっていうのをやった上で、まあ、ちょっと、判断してみますか。っていうのが、まあ、バトコって、その、長いし、なので、そんなになんか実況することがないので、様子見ですね。バトコはあと普通になんだろう。やるっていうのもあんまないけどね。よし、こう。あ、ここはちょっと、いつも待つけど。まあ、特に一人用なんで。いや、待って、これ、やばい。こうしないと。済むぞ。遊んでる場合じゃなかった。サドカン。
どんな感じ？ああ、OK。ちょっとまとこ練習としてやってみますか。どんぐらいか。OK。ああ、ちょっとダメだ。もうこの時点で負けるわ。普通だったら。OK。ここでこうして、はい。ああ、ミスってる。よいしょ。ポン。くるん。ふい。ああ、下無理か。ちょっとスライムすぎない。難易度高いね、今の。OK。リップでいいのかな？ああ、ダメか。2周目あんのか。OK。違う。もう余裕で負けるってね。まあ、こっち行って、よいしょ。まあ、2周連続なんで、ちょっとこれを素早くやってみます。さあ、ドカン来ましたね。ドカンじゃドアね。オッケー、まだあるね。まだあるよね。まあ、一応やってみてもいいな。どれくらいでいけるかな、このコースは。2周あるかも。まあ、意外と早めに、あ、今回いいかも。おう、言うよ。オッケー。え？何？あ、これ関係ないわ。2回やらせるような。ちょっとつ、うん、結構詰まってるけど、ここはちょっと仕方ない。で、2回目が OK。あ、こっちが2回目か。OK。こうやるんだ。最初からやらせることはないわ。ここでいけばいける。よし、OK、ドカン。で、まだあるのかな？裏が。裏というか。はいはい、まだありますね。まあ、やっぱバタコ長いやつがあったとこんぐらいあるからな、って。よし、OK。サファイア。ファイヤーで一気にいけーと行きながら、ここから確定ですね。やられる要素も一応あるのかな。やられるというか、ね、一応やられようと思えばやられると。はい、どう？ドン。よし。まあ、これはまあ、まあ、それは勝てるも何もゴールできるんだが、まあ、普通の今のレベルじゃ、6000超えには負けてるから。現在僕のレートが5700なんですけど。はい。現在5700ぐらいなんですけど。普通に負けますね。普通にやってたりもの。余裕で。はい。ありがとうございます。さあ次はソッターボーイさんですね。8日前。アスレチック。やってくださいですね。さあこちらですね。やっていきましょう。クリア率は 4% ですね。19秒。踏んでやっていくけば難しいぐらいの難易度かなと思います。よし。まあ、ジャンプして。海外の方が作る系だと思うから、英語にしてんのかな？タイトルを。一発クリア、あー。全然ダメだ。オッケー。うわー。だよね、靴だよね。靴とかだよね。待って、それ無理だ。これ、そうだね。だから、もう踏まないと。上で踏まないと無理だ。オッケーオッケー。よし、ここで踏んで。はい、ジャンプ。はい。バネ。はいはい。まっすぐリフト乗りつつ。あ、マジかー、ミスター。全然一回無理なんだよ。よし、ここはチョロップ踏まないでいこう。あえて。オッケー。あ、ゴールかな？でもこれで 4% なのか。まあでも2振ってやられましたけどね、何回か。はい、ナイス。オッケー。はい、ってことで今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。